5番チームヨーロッパエフゲニー・プルシェンコさんロシアチームヨーロッパ2人目ジャパンオープンこの3地域対抗戦は初出場になりますエフゲニー・プルシェンコ王者が果たしてどんな演技をここ埼玉スーパーアリーナで見せるのか。プルシェンコ曲はあの名作です。2003-2004シーズンのフリースケーティングプログラムニジンスキーに捧ぐ。トリプルアクセル、かなり斜めになっていたジャンプなんですけれどもうまく抑えました。高さそして迫力がやはりあります。ここから3回転ジャンプが続いていきます。そしてトリプルアクセルダブルトーループ。スラフニジンスキーのポーズを随所に散ればめたこの作品です。トリプルフリップからもう一つのジャンプ、トリプルサルコ、一つずつ確実に決まってますね。オリンピックでは銀メダル、2つ目の金には届きませんでした。しかし地元ソチオリンピックは4年後出場を明言しているこのプルシェンコ、そしてこの4年後へ向かった開幕、その思いがこの演技に気迫となって出ています。トリプルルッツの予定でしたが2回転になりました。そしてダブルアクセル、そして一発で彷彿させる今のスピン。さあ最後ここはステップに入ります。
プルシェンコのこの企画とともにあのニジンスキーに捧ぐがよみがえりました。そして封印したビールマンも最後試みました。そして表情にキス。さあ果たしてプルシェンコの得点は。木下工務店カップジャパンオープン2010です。いよいよ日本のエース高橋大輔選手が今シーズンの新プログラムを初披露します。昨日4回転ジャンプに挑戦すると明言した高橋選手、今朝の練習でも入念にジャンプの確認を行っていました。果たして今シーズン決めることができるんでしょうか。さあチームヨーロッパプルシェンコの得点 151.00 です。まあ、本人は今少しガッツポーズなどを見せました。ありがとうございます。